ベル212ベル212はアメリカ合衆国のベルヘリコプター社が開発したハム用ヘリコプターベル205こと UH-1 の改良型である UH-1N ツインヒューイも参照当初はカナダ軍向けのヘリコプターか -1N として開発されていた。これは CH-135 として50機が採用されることとなり生産が開始された。 初飛行は1968年、カナダ軍向けの生産は1971年まで行われている。FAA 形式取得は1970年10月。本機は UH-1 のエンジンを総発にした型である。ローター枚数は変更がなく2枚。エンジンが2機搭載となり、これを機体上後部に搭載している。また、機内容積確保のために機種がやや伸ばされた。 エンジンがツインパックとなったことにより安全性が向上、景気飛行能力も付加できたことから VIP 輸送機や洋上飛行業務などでセールスを伸ばした。日本の海上保安庁でもかつて38機を取得していた半関節型ローターのためにマイナス G による運用制限がある。これは強いマイナス G のかかる運用ではローターヘッドが浮き上がりますとが破壊される。 マストバンピングが発生するため、急激な頭下げ動作や、起伏の激しい山の稜線に沿って飛ぶ運用が制限されるという側面もある。軍用型は UH-1N と呼称され、アメリカ空軍、アメリカ海軍をはじめ各国で採用されている。ギリシャ海軍のアグスタベル AB212 アスダブリキ、アグスタベル AB212 イタリアのアグスタによるライセンス生産。 アグスタベル AB212E トルコに発注された電子線形。アグスタベル AB212SW 詳細は AB212SW を参照。アグスタの対戦水艦型及び対艦型 AB212。イタリア海軍、ギリシャ海軍、イラン海軍、ペルー海軍、スペイン海軍、トルコ海軍、ベネズエラ海軍によって運用される AB212SW には コックピット上に突起したドーム型のレドームがある。後のモデルでは平らなドラムレドームに変わった。機体左側のウィンチはベンディクスアスックマイナス18ソナーを投入するためにも使用される。他にも ECM、着艦時の固定機器アタッチメント、腐食保護などの追加による総重量 5080kg のための構造強化を含む。武装は 対潜水艦のため二つの爆雷か対艦のためマーク四十四またはマーク四十六魚雷二本と四発の a s 十二空対地優先誘導ミサイルを装備できるスペイン海軍機はバブコック MCS とサネアにより十五年の寿命延長アップグレードを行っているアストラノーティックスのアフド六千八百から開発された MFDS システムには六インチ x 八インチの 航空機用電子飛行計器四台とトレイが装着されたエンジンデータ就寝装置が含まれ様々な規格の映像の表示が可能。2018年にはソフトウェアのアップグレードが行われ乗員の安全性と状況認識が向上している。カナダカナダ沿岸警備隊が運用ドイツドイツ警察が運用日本、海上保安庁が運用していたが2015年12月22日に 最後の機体が退役したパナマパナマ軍警察が運用セルビアセルビア警察が運用中国中国民用航空局が運用アメリカ合衆国詳細は UH-1 に関連する作品の一覧を参照ありがとうございます